はい、こんばんは、こんにちは。 Xbox One Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious 第6話やっていきたいと思います。前回 GTR 入手してリワードボードのね、いろいろ壊してきました。で、今回はね、ここのとこにあるバケットリストの、ここじゃなかったっけ、マップチェック、すぐ横ですね。それをやっていきたいと思います。この上か。オーマイガッシュ。なあ、そんなんでね、前回からちょっとね、時間が経過してます。ほいじゃ、やっていきたいと思います。バケットリスト、難易度ミディアム。ほう、 OK。 お、かっこいいじゃん。いくぜ。スキュ、あ、これもなんかそのドリフトとかしてやるやつですよね。ドリフトしてなんかサイドステップんちゃらこうちゃらみたいなね。イエー、ここね、さっきねやってましたね、ぐるっとね。アルティメットエアー、うお、めっちゃスピンする。ドリフト。で、うわ、なんか普通に走ってるだけでスピン。それ60。ドリフト。サイドスワイプ。イエー。おっと、危ねえ。危ねえ。あー、たぶんね、たっ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 たどーと、ドリフト、ドリフト、ガーン、ダメでした。これ1万5000いくのかい。前8000ぐらいじゃなかったっけ。イエー、うお、ガンガルー、うおほほほほ、あ、2600、あ、3640、あれ、またリセットされちゃった。ちょっと待って、ちょっと走らせてくれ。まっすぐちょっと走らせて。これすぐね、ドリフトする、スピンする。まあだからスピン用のやつなんでしょうけど。いやーと、ドリフト、バンアウトで、ジャンプ台とか使えってことだね、やっぱりね。エアーしてなんぼみたいなね。ダメだ、これできんのかな。まあだけど、感じたのは長距離走った方がいいよね。グレートバーンアウト、普通のドリフトとあのサイドスワイプだけでも、結構高得点出るから。グレートデストラクション、ダメだ、あと6395ポイント。これ本当にいけるのかな。まあとりあえずここのね、あのバケット、なんかリワードボードのね、とこんとこジャンプして越えていくとこで、クラッシュランディング。お、これめっちゃいい感じじゃない、めっちゃいい感じじゃない。まだドリフトしてね、してないか。じゃあここ登って、クライト、いいよ、これもやるでしょ。
わ欲しい。今のでかける4とかなったから、ああいう風にスキルの連鎖させていくってことなんというのは分かるんだけどね。あ、ちょっと上登りたい。これでなんか普通に走ったら怖いよね。ここ行くでしょ、ここ行くでしょ。カンギルー、道が悪いな本当に。ガーッとドリフトにバンアウトに、ダメだ。ブレるな。まためっちゃ滑る。にゃー、ここはちょっと、あ、こんなんが好き。レフト、いかんな、こんなんじゃ、こんなんじゃ勝てんぞ。こんなんじゃ1万5000いかんぞ。で、まずここだ、グレートバーンアウト。いやー、だけどダメだ、これ行くの本当に大丈夫ですか、これ。綺麗に回っちゃったよ、スピンしなかったよ。ラディカルドリフト、あれでもなんか1000いくらいったもんね。あと1万105、これはちょっと遠いな。まあ、頑張っていくしかないよ。まずジャンプしてからのドリフト、ダメだった。あの間を抜けていくような感じにしないとダメだね。あ、リバーインドで、どうなんだろう、リバーインド、めっちゃダメだね。ここまでしか戻れんか。ダメだな、難しいな。まあ、中に入ってあの奥んとこをドリフトしながら、ダメだダメだ。あ、ここ曲がってれば、ここ回ってればいいんじゃねえの、もしかして。お、すごい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 、行ってる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 。ここがキーポイントなんじゃないの。切れたー、ディストラクション。だからこう行って、ここからちょっとひと回り、ぶつからないようにひと回りする感じで、逆ドリフト、グライトバーンアウト、ラディカルバーンアウト、まだいける、まだいける。
お、いい感じ、いい感じ。もっと頑張って。いけるって。なるほど、分かってきたぞ。あとまだ1分。ファイルズ5でしょ。とりあえずこっから出て、うわー、ダメだった。サイルスワイプ入ってんじゃねえよ。いい、行きそうで行きそうでいかんね。いいね、あそこの感じいいよね。この感じいいよね。惜しいな、あと6235ポイント。じゃあとりあえずこれラストにしましょう。これラストにして他のねバケットリストをいきましょう。あんまりねこの同じやつばっかりやってるとねちょっと病んでくるいい感じ、いい感じ。これこれめっちゃいい感じじゃない。でこれでとりあえずあっちのね、あっち行こう。普通に回っちゃったよ。行くぜ。これいいドリフトじゃないの。綺麗に回りすぎてる。スピン上手だけど。サイドスワイプ、まだサイドスワイプしてるよ。いった、いった。まだ切れてない、切れてない、切れてない。まあいいや。よし。なんか最初ね、良かったんだけどね、ダメだね。どん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 なんか動きが狭くなってきてるね。ルートの確認っていうかちゃんとねいいとこを発見しないとね。あそこもジャンプ台か。キャンガループレイプレイフト、いい感じじゃん。1900もいったよ。2800いったよ。取れた取れた取れた。あそこのジャンプでいけんかったね。バンアウトで。よー、もう一度挑戦する。ちょっとやめとくか。ちょっと頑張ったね。いやー疲れた。難しいな。まあ、これはねもう後回しにして次はここ行こうか。これ何、これバケットリストイージーだって。これ行きましょう。安全を確認して U ターンして。よう、フライトエア。気持ちいいね。わっ、どうなっててますか。あ、ここね、オッケーオッケー。
よし、こいいね。スピンはねちょっと苦手です。まあでも面白いね。ああ、いろんなバケットリストがあるのね。今まで、フォルザ・ホライズン2で、やり込んでるってわけじゃないんですけど、フォルザ・ホライズン2でやったのは、なんかコースを、超スピードで駆け抜けろとか、そういうのが多かったんで、スピンしろとかはなかったんですけどね。まあ、そこまで達してないとかね。400m 先で右側に、まあ、これ系のやつはまだまだいいですよ。一番苦手はクロスカントリーなんでね。右側をキープして。なことなかった安全を確認して U ターンして。なんとか右に、ここに行こう。ノーし、角度が難しいな。ここに行こう。 Great distraction。サイドスワイプ先で左に曲がって。どうよ、イージーだから結構なんか、おっと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 、右に曲がって、イエーオッケー、直線です。 400m 先で右に曲がって、右オッケー。じゃあ到着、次はあれですね。わお、すごいぞ。ぶつけちゃった。はい、 MC マクラーレン P1 で郊外に出る。ほう、目的地までレース。もうすげえ、右側をキープして。かっこいいな。右側をキープして。ちょっと右側って。なんかスピードすごいんだけど。400m 先で右側に行って。であれ。まだか。右側をキープして。オッケー。それ。安全を確認して U ターンして。ウォフォーワフむちゃくちゃですわ。え、またもしかしてバケットリストの方行くんじゃないの。このルートはみたいな。いやー綺麗だね。さっきあそこ左だったもんね。勉強デスラッシュサイドスワイプ、イエー、ウォ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 ウ、なんとか持ち直した。なんでこう障害物も何もないとこでみたいなね。うわ、ぎっちょぎっちょ。イージーだからまあなんとかね。行こうよ。ダメだった。よし、ちょっと真面目に行こう。あんまねだれるといかん。とりあえず今回はこれをちゃんと終わらして終わろうよ。メートル先から右側をキープして。でも時間的に右側をキープして、あと10秒ぐらいだったもんね。行こう。でちゃんとねブレーキングして、なんかドリフトで強引に行こうとするんじゃなくて、400m 先で右側に行って、右側をキープして。
なんとか、なんとかね。すげえすげえすげえ。まあ、結構マシなんじゃないの？ぶつかってないし、みたいな。なんか最高速度で行こうとしなくて、ちゃんとブレーキングで、一応ちゃんと行けば。やり直し。もう一回。よし。だから、ぶつけるよりこうした方が、時間は早くなるから。OK! なんとか。これでなんとか。OK! ダメだー。よし。あと 2.1 キロ、 2.1 キロだ。さっきこの辺でグダグダってなったけどね、それがないだけでいけるはずだから、ありがとう。クライズニアミエス。ちょっと切っちゃったね、左に。危ないけど、いけた、いきました。いやー、成功。イエーで、また GTR ですね。どうでしょう、ローディングが長いです。はい。じゃあ、これが終わったんで、バケット2完了とね、ワールドマップをね、チェックしましょう。ここね、もう嫌だが、こっちですね。あー、これですね。こっちでキューバ。キューバ、勝つともらえるってことで。ここもスコア、スキルスコア。またなんかスキルのね、めんどくさそうなのがありますね。OK! じゃあ今回はね、ここで終わりにしたいと思います。次回はね、こっちの方行こうか。とりあえずこのレースにね、参加してみたいと思います。一番苦手なクロスカントリー。はい。お疲れ様でした。